東側から、静岡貨物駅と、長沼大橋越しに、北東から見る。大ホール、海。南西側のファザードの裏側にあたる。大ホール、海を別角度から。静岡県、コンベンションアーツセンターは、静岡市駿河区東静岡2丁目の JR 東、静岡駅南口にある、静岡県立のコンベンションセンター、劇場。 建築家の磯崎真によって設計された。外観は船をイメージしており、形にちなんだ、グランシップという愛称が付けられている。地下2階、地上12階建てで延べ床面積は6360平方メートルあり、全長は200メートルを超え、高さは約60メートルと、巨大な建造物である。すぐ脇を通過する東海道本線及び、 東海道新幹線の車窓からもよく目立つ。この建物の土地と建物を合わせた総事業費は約700億円に上る。大ホール、中ホール、静岡芸術劇場、会議室や県立図書館、グランシップコーナーなどがある。大ホールは数千人規模の大規模な会議やイベント会場としての使用が可能となっている。中ホールはコンサートホールとして設計されている。 静岡芸術劇場は舞台芸術の上演を目的として設計されており、宮城総が芸術総監督を務める公益財団法人静岡県舞台芸術センターの活動の本拠地となっていたり、また静岡市の成人式も行われる場所でもある。最寄り駅は東静岡駅。イベント開催時は混雑が見られるが、駅から目と鼻の先ということもあり、利便性は高い。 運営は公益財団法人静岡県文化財団が受託している。財団が行う自主事業の講演の水準は高く評価されている。また、子供向けの上層教育の一環としての活用にも取り組んでおり、学生向けの鑑賞料の割引や学校単位での鑑賞への交通費の支援なども行っている。しかし、一方では利用者の一部を抽出して調査した結果で、 約70%が静岡市内在住者となるなど利用者の地域的な広がりにかけており、県による公費での負担が生じる施設としては、受益者が施設近隣に偏っていることを問題視する意見もある。2011年度は県受託事業収益として約9億円を計上している一方、自主事業収益が約8100万円、可視官事業収益は 約2億2000万円となっている。完成から5年後の2004年に、スレート製の外壁が落下してから5年間に合計40回の白落落下が相次ぎ、その点を含めて2010年9月8日付で静岡県が磯崎市へ公開質問状を送った。落下対策は3案が提案され、8億から14億円を要すると試算された。 実際の改修の内容は、外壁面積8700平方メートルの改修工事で、工事費は8.18億円である。改修は、メッシュ張り工法を採用した。2014年11月の完成を目指している。グランシップの稼働率は、全国や地域の施設と比べても高く、施設別の稼働率では、中ホール、展示ギャラリー、大ホールの順で、 稼働率が高い。大ホール、海、中ホール、第一会議室、会議ホール、風、その他、ホール、文化施設、練習室、リハーサル室、静岡県文化財団事務室、電気室、機械室、その他、ありがとうございます。